皆さんおはようございます。2023年1月の8日日曜日ですね。衆議院議員の原口和弘です。先ほど高木瀬小学校からお送りしましたけども、高木瀬若楠本源行というですね、1年のスタートの無病息災平穏無事を祈る、その儀式、地域の皆さんがですね、実行委員会を作られて支えておられるところに、ご挨拶に行ってきました。まあ、本当にたくさんの方々がですね、で、高木瀬の方じゃですね、いちごとクッキーを皆さんが振る舞ってくださってですね、まあ、両方とも大好きなんで、あんたも持って帰ってよかよということで、私もですかということでもらってきました。いちごとクッキー、これはですね、うちの庭のバラのストロベリーアイスっていう、これ綺麗ですね。あれで買ったんですよね、ホームセンターで。こんな綺麗なバラがね、あれですね、もうちょっと休眠に一回してあげないといかんなと思ってるんですけども。で、若楠の方ではですね、これももうあったかかとば食べてきにしゃいということで、春の七草がゆですね、春の七草、これをですね、いただいてきました。まあ、心から温まりますね。でも皆さん、私見つけてですね、近寄ってこられて、もう体調大丈夫ねって心配してくださる方もおられて、ああ、なるほど、そうだなって、もう8年前の事故のですね、しかもあれ、医療事故が重なっちゃってるんで、もう深刻なダメージを体に受けたわけですけども、それでもその受けたダメージよりもはるかに多くのものをいただきました。まあ、私の顧問弁護士は訴訟しなさいという、他の弁護士の言葉もあったわけですけども、争うのも、そんなにどうかと思いますよと。確かにそうですもんね、同級生が関わってますから、まあ、誰であろうが、確かにもう足は元に戻んないし、ひどい目に遭いましたけども、前向いて歩こうと。それよりか同じような思いをですね、する人が出ないようにということで、ICT を使ったかかりつけ医制度を一生懸命やる、その、あれになりました。昨日はですね、本間の卵の本間さん、素敵な方ですもんね。大仁田さんの後援会長さんとお話をする機会をいただきました。もう私と同じ優れた経済アナリストの方の話をもう2年聞いてるということで、この朝のご挨拶も聞いてくださってるらしくてですね。なんかああいうその平和を目指して懸命に、まあ、しかも地域の農業ですね。農業と、その、全くその、農薬を使わずに、しかも、ケージにも入れずに、チャレンジの方々に就業の機会を持ってもらいながら、セフリっていうところでですね、まあ、セフリは、この近隣でもすごく人気の高いところなんですね。山あいの町。その山あいの町はどこ、ご多分に漏れず、いろんなものが我慢しなきゃいけない、なくなる。で、コンビニもないんですよね。だから、コンビニもないから、デザート、今、デザートとかコンビニで買う時代になってるんです、らしくてですね。それじゃあ子供たちも、かわいそうだな、ということを思われたんでしょう。パートナーの奥様、壱岐のご出身なんですけども、壱岐っていう町も綺麗な町ですもんね。よく父が魚釣りまで行ってました、壱岐対馬。デザートをお作りになってですね、でそれが先日賞を受けて、プリンですね、もうむっちゃくちゃ美味しいですもんね。太陽の味がするんですよ。で、昨日行ったお店でもその卵を使いたいということで、
もうなかなかね、そんな量産できるもんじゃないですから。まあ、昨夜からずっとあったかい時間を過ごさせていただきました。で、昨夜はまあ、ある、あの、団体の、あの、年の初めのですね、会にも行かせていただいて、その中心の方がですね、まさにあの、死は存在しないっていう、田坂先生の本と同じような、まあ、量子力学からですね、哲学、宗教を語っておられて、なんと85歳ということで、わあ、素敵だなって、確かにあれをそのリモートで聞いてですね、わかる、まあ、量子力学とか難しいですからね、どうやってこれを説明されるんだろうと、F 分の 1揺らぎとかですね、私たちが、学生時代に、理学で習った、物理学で習ったような言葉がわーっと出てくるんですね。でも、全然分かりにくくないんですよ。スッと入ってくるって、やっぱり ご自身の頭で、こう、85ということですけども、もっと知りたい、もっと先に行きたい、もっと、みんなに良いものを分けたいという、そういう熱い思いがですね、伝わって、嬉しかったですね。で、今日、今、この後、消防団の出初め式、これはもう来賓はあれということで、選んでいきますけども、いつもはもう7カ所ぐらいをダーッて行くんですけども、まあコロナということでですね、この3年はちょっと自粛ムードですね。で、今日若くす、高木瀬若くすもですね、待っとったよ、待っとったよ、あんたに相談せんばことなっとよっていう方もたくさんおられて、例えば若くすではですね、国体の時に作った地下道があるんですね。で、その地下道にカメラをつけてくださいと。子供たちが通ったりするんだけども、夜そこで、酒盛りをする人たちもいて、とても怖いと。だから、カメラをつけてくれんですか、いいよばってんでけんとですよということでした。わかりましたって。まあ、国会議員がやる仕事とは、いろんな仕事にがあるわけですけど、そうやってね、県会議員の時から一泊さんに遊戯なんとかなっばいということをですね、思ってくださって、ただわざわざ東京にいるのに電話してっていうことにはならないんですよね。だからこうやって地域を回ってですね、まあ、例えばある方は、私は20年自治会長と民生委員ばしとっとよって、もうなり手の中とよと。で、民生委員も会計年度がこれが他の会計年度と変わっとっけんが、もう100年も続いてる制度の改革をやってくれと、あんたに言うてもでけんとねと言われましたんで、いやいやそれは大丈夫ですよと言ってきましたが、お話をするに従ってですね、非常に深刻な、もうこの年明けからも孤独死された、お一人で亡くなった方が二人おられたということなんですね。わあ、どなたなんだろうって、もちろんもうプライバシーがありますから、個人情報なんで聞くことはできませんけども、一人で亡くなってくって本当に辛いな。でもそういう方々に寄り添う人がですね、もう高齢化で、もう80って、いや、90っておっしゃってましたね。あれ、民生委員の定年って75だから、もう定年を過ぎても、やってくださってるんですね。あんたば待っとったよって、医療事故で困っとっとばって何も反応せんとよ。弁護士さんば、医療に詳しか弁護士さんば紹介してくれんね、いう方とかですね、もう本当に、この短い時間の、そうですね、6時から今何時ですかね、8時過ぎだと思いますけども、こんな時間、まあその間に七草がゆもしっかり食べてますから、短い時間でしたけど、たくさんの方々が、一泊さん、和弘さん、待っとったよって、
まあ、佐賀の人は私のことを和弘さんって言ったり一泊さんっておっしゃるんですね。原口さんっていう人はあんまりおられないんですね。下の名前で呼んでくださるんで、まあありがたいなと思いました。これ綺麗でしょう。これストロベリーアイス、ストロベリーアイスって実際食べるのも大好きですもんね。まあでも昨日からちょっとなんかな、肥満症っていうんですかね、目の端っこにあれ大掃除した時に液が目にかかったんでですね、なんか目の端っこに線が入るように時々上から光が入ってくんで、なんだろうと思ってちょっと眼科に行かないかなと思います。まあ、こんなこと言うと母が心配するんでですね、なんかリハビリが順調にいって他の会にも遊びに行ってるみたいです。今日も母の教え子さんにお母さん元気ですかって言われて一緒に写真撮ってきましたんで母にこれから送ろうと思います。いやー元気ですよって、元気ですよって、入院してて元気ですっていうのもあれですけど、川柳とか出してますよって言ったら、まあこの間もお手紙いただきました、教え子なんですっていうことでですね、でおいくつなんだろうと思ったら80っておっしゃるんですね。母の若い頃の生徒さんなんですね。喜ぶと思いますんで、これから写真を送って見たいと思います。お、また今日も応援団が来ましたね。この子でかいですね。やっぱりこのハゼの実をめがけてくるんですね。裏のところにも鳥の巣がいっぱいありました。まあ贅沢な話です。鳥の巣がいっぱいできて、朝この小鳥のですねさえずりの中で巣と、しかもこうやって腐葉土も、だからやっぱり土地が肥えてくるんですね。どん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 この枯れ葉が再生して、そして次の命を育んでいくんですね。お、こんなに近くに今日の応援団、これお分かりになりますか、なんて鳥か。ちょっとピントが手前にあっちゃった。えい、この隣から伸びたハゼの木って邪魔だから切ってくれんねって言われてたんですけど、これですね、切らんでよかったなと思います。今日の応援団ズームで、でかっ、それじゃあ皆さんどうぞ良い一日を。じゃあ最後は近視の方は特に早く、行った方がいいですね。まあ今日は日曜日なんで、明日眼科とかほとんど行ったことないですもんね。ではごきげんよう。まるまる太ってますよね。なんか一瞬食ったらうまそうって思いましたけど、やめましょう。明日も休みか。あ、そうなんだ。僕らみたいな仕事やってると休みの感覚がないんですよね。そうか、明日も休み、それは困ったな。石垣に行かなきゃですからね、その後。どうしよう、振り返り休日ですね。あ、目白だ。
では、良い一日を。ごきげんよう。